皆さんどうも、今回はベルギーリーグ開幕戦、シントトロイデン対スタンダールリエージについて振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合、伊藤選手と川辺選手が、 先発ししたた試合になりました、まあ、お互いに移籍してきて、まあ、初先発ということでインパクトを残したかったんじゃないかなと思いますそんな中でインパクトを残せたのは伊藤選手だったかなと思います、まあ、シントトロイデンの方がボールを保持しながら攻撃をしっかりと作っていこうっていうのが見えていましたしリエージュなんですけどリエージュは少し幅の作り方だったり、まあ、シントトロイデンの プレッシングに苦しんだ一戦になったんじゃないかなと思います。では、どのようにしてシントトロイデンがリエージュのプレッシングだったり守備を回避していたかっていうことについてをまずは話していこうかなと思います。まずリエージュなんですけど、リエージュは基本的に3バックには3トップを当てはめに行くことが多く、 中盤もしっかりと当てはめることが多くなっていた印象を受けましたそんな中でこのウィングバックのところをどうするかっていうのが一つのポイントとしてあったんじゃないかなと思いますやっぱり3 5 2もしくは3 4 2 1に対しての4 3 3っていうのは中央と最終ラインを当てはめれるんですけどウィングバックのところをサイドバックがジャンプさせるのかそれともインハーが出ていくのかっていう形ここの駆け引きが1つシント・トロイデにとっては にに進めれたたた大きなななな要因になっていいいんじゃないかなと思いましたでシンドトロイデンなんですけど、まあ、ここのアンカーこの脇のところをかなり開けながらポイントを作っていくってことが多かったかなと思いました、まあ、だからこそ伊藤選手だったりストゥーカーズ選手だったりがここに降りてきてポイントを作ることが多くなっていましたしその中でこのセンターハーフもしくはアンカーの選手を引っ張り出した時のここの背後もしくはシュミット選手から このボキャ選手のところに入れていくパスっていうのは多くあったかなと思います。まあ、だから、シントトロイデンのヒートマップっていうのは、 まあこことこの付近がかなり濃いくなっていましたし、まあ、ここからポイントを作っていくことができれば、攻撃を仕掛けていくことっていうのは容易になっていたかなと思います。んで、シントトロイデンなんですけど、左サイドからの攻撃が多くて、なんで多いかっていうと、小板選手っていうのはボケ選手っていうのが一人でボールを運んでフィニッシュワークまで持っていけること、まあ、特に小板選手なんかは、崩しの切り札として、このチームに貢献しているなと感じました。で 伊藤選手なんですけど伊藤選手もかなり効いていて彼を経由していくと本当にスムーズにボールが前に進んでいきましたし、まあ、彼の,そのビジョンだったりスルーパスの技術だったり展開力っていうのはこのベルギーの地でも本当に猛威を振るっていきそうだなと思います、まあ、ですけどやっぱまだ加入して1年目加入して間もないっていうこともあって割と横パスを受けるところだったり背負った状態もしくは近くにいる状態でボールを引き取れるっていうのが その回数がかなり少なくて、動き直しをたくさん加えていたんですけど、そこからボールを引き取ることができなかった、まあ、もしくはボールを受けることが少なかった、まあ、明らかにアルビレックス新潟の時代と比べると少なくなっているんですけど、まあ、ここをもっともっと数字を残して信頼を得てくると、彼がチームのタクトを振ることっていうのは、 そう遠くななないいい未来にあるんじゃないかなと思いますやっぱりボールを受ける場所だったりボールを受けようとする場所だったりっていうのはめちゃめちゃ良かったですし、まあ、彼がしっかりとこういう風に引っ張り出してでここでボールを失わないんで,でなおかつここの狭いエリアでくるってターンして前につけることもしくは展開していくことっていうのができていたんでかなり伊藤選手を経由した場合っていうのはスムーズに攻撃に もしくは崩しに入ることができていたんじゃないかなと思います。まあ、アルビレックス新潟の時は、どっちかっていうと、崩しのところでかなり猛威を振るっていましたけど、ここのシントトロイデン、ベルギーの地では、どっちかっていうと、潤滑油として働いているなと、そのタスクを担っているなと感じる一戦だったかなと思います。で、対するリエージュなんですけど、まあ、かなり 内側に入ってくることがウィングが内側に入ってくることが多かったんで、川辺選手の良さっていうのはあまり発揮されない戦い方だったかなと思います。でなおかつ、このサイドバックを押し上げることができないと幅を作ることができなかったので、そこの補完性っていうのはあまり感じれない一戦だったかなと思いました。まあ、特に前半はやっぱり川辺選手だったりドヌム選手だったりっていうのは 窮屈そうなプレイをしていましたし、実際に、まあ、ウィングが中に入ってきて、このスリーセンターバックが動かされないんで、シントトロイデンはかなり守りやすかったんじゃないかなと思います。で、なおかつ、シントトロイデンは、このウィングバックがサイドバックに 出ていくことかなり高い位置まで出ていくことが多いんでここで蓋をすること、まあ、だからこそリエージュはこのサイドバックが高い位置で幅を作ることっていうのが難しくなっていたのかなと感じましたでどのようにしてシントトロイデンがプレッシングをかけてボールを奪っていたかっていうとかなりボールサイドを圧縮していく方法をとっていました、まあ、例えばですけどこのセンターバックが持った時はセカンドトップがしっかりと出ていってでセンタートップの選手は逆に 展開させないような立ち位置を取ること。で、逆のセカンドトップがしっかりとセンターハーフもしくはアンカーを捕まえながら、で、伊藤選手がこのインサイドハーフのマークを行うことが多かったかなと思います。で、このアンカーの選手がしっかりと、えっと、伊藤選手のカバーリングを行うことが多かったかなと思いました。だから、数字で表すとするならば、3、3、1、3みたいな形になっていたかなと思います。まあ、どっちかっていうと、トップ下っぽい 立ち振る舞いを伊藤選手はしていましたし、前身のところではインサイドハーフのような立ち振る舞いをしていたなと僕は感じました。まあ、このようにして、ここでしっかりとボールサイド圧縮している、でなおかつリエージュの戦い方が、ウィングがここに入ってくるんで、幅がない状態なんで、このセンターバックが動かされずに。 対応することができていてい、まあ、だからこそボールをすぐに回収してそこからカウンターもしくはショートカウンターを発動することっていうのができていたんだなと感じましたで後半なんですけど、まあ、これを受けてリエージュはしっかりとサイドバックを少し低めの位置でウィングの選手をしっかり幅を取らせることでウィングバックをピン止めすることができるようになっていました、まあ、だからこそここで数的優位を作りながらポイントを作ることができていて、まあ、だから後半リエージュかなり押し込むことができていたんで ですけど、まあ、シントトロイデンは昨シーズン少し下がりながらカウンターでしとめていくっていう戦い方を中心にシーズンを過ごしていたんで、まあ、そっちに切り替えながら小板選手だったりボケ選手だったりの推進力を使って攻撃を完結させることもできていましたし、まあ、後半になるとウイングバックの選手がここに入ってきて小板選手だったりウイングの選手、まあ、セカンドトップの選手を 解放していくことで攻撃を仕掛けていたなと感じました。まあそれがハマって1対0終盤に先制点を奪うことができていたんだと思います。まあかなり、まあ、駆け引きは多かったんですけどやっぱり伊藤選手にもうちょっとボールが入ってくるともっともっとスムーズに前進ができるなと思いましたし、まあ、前半惜しいシュートもありながらうまくコンビネーションを使って自分でフィニッシュだったり 周りにフィニッシュをさせるようなプレーも見えたんで、まあ、ここからもっと連携が高まってくると、伊藤選手は、ベルギーリーグでは収まりきれないぐらいのポテンシャルが、この試合でも感じれたんで、このまま出続けて、うまくいけば来年あたり、五大リーグに、 ステップアップできるんじゃないかなと思うような僕はパフォーマンスだったなと思います、まあ、一方で川辺選手なんですけどウィングじゃなくてインサイドハーフだったりセンターハーフで使ってほしいなと思いましたし、まあ、4231になったところもあったのでそこでトップ下で使ってほしいなと思う一戦でもありました少し川辺選手自身の良さを消してしまう戦い方になっていたので、まあ、そこは少し心配だなと思いました 彼もやっぱランニングだったりスルーパスだったり展開力で良さを発揮する選手なんでまあここからどのような使われ方になっていくかわかりませんけど彼もしっかり結果を残してなんとか5大リーグまでたどり着いてほしいなと思う選手なんで頑張ってほしいなと思います多くの日本人選手が出て、まあ、面白い試合だったんでぜひ皆さんこの試合も見てみてくださいはい 本日も長々と喋らせていただきましたが今日はこの辺りで終わろうと思いますチャンネル登録と高評価も知っていただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ